はい、153番平成18年委任契約ですね、えー。では早速やってみましょう。はいえー、正解詞に関しましては、これは丸という、ね、ことになります、えーまあ。委任契約ということでございまして、まあ、いわゆる法律行為。 えね、こういったものをですね、他人にまあ委託、まあ、いろいろお願いするというようなことね、まあ、これを委任契約というふうに言っています。で、まあ、頼む人のことをまあこれ委任者、で、まあ、頼まれる人のことをから受任者ということでね、この委任者と受任者との間の契約のことを、これ委任契約というふうに、ね、言っているわけですね。 で、まあ、委任契約、これ、ま、契約ごとなんですけれども、この契約の解除というものはですね、まあ、これはいつでもすることができるということでね、これ、ま、問題文の通りでございます。えー、あとは、ま、この相手方に不利な時期にですね、まあ、委任契約を解除する場合には、まあ、いわゆるね、相手方に対しても責任を負わなければいけないということで、まあ、損害賠償責任を負うという規定がね、まあ、あるわけなんです。でちょっと解説、えー、ポイントね、これ見ていただきたいわけですけれども、あの、 いや、もうえない場合ね、えー、もうしょうがないな、というような場合には、これはまあ損害賠償をする必要はないというちょっと解説のところにね、あるところ、まあ、この辺はちょっとね、注意をしておいていただきたいなというふうに、ね、思います。では以上です。